はい、皆さんこんにちは。この便は知床半島クルージングのヒグマウォッチングコース2時間のコースとなっております。前方方向、大きな岩岬が見えてきました。あちらの岩岬を冬に岬、冬にというのはアイヌ語、アイヌ語で穴の開いているところ、そんな意味があります。この家の中にもガレージの岬が流れてます。こちらの岬は男の涙っていうんですよ。変わった名前ですね。このぐらいになるとこの海岸線も今まで歩いていることも結構ありますよ。子供がいるんですけど、子供はね、